平野紫耀銭湯戦闘での異例ショット公開新部屋も話題、どういう状況四国の美しさ。東京2023年10月8日、ジャニーズ事務所に所属し、日本国内外で多くのファンに支持されている平野紫耀が、自身のインスタグラムを更新し、驚きと話題を巻き起こしました。彼が公開した写真は、彼自身がスーツを着用し、 戦闘で過ごす異例のシチュエーションで、その美しさと斬新なスタイルが多くの人々を魅了しました。この投稿はファンから熱烈な反応を引き起こし、その理由と、平野紫耀が新たなヘアスタイルに挑戦していることについて詳しく探っていきたいと思います。平野紫耀戦闘をかけるスーツショットが話題平野紫耀のインスタグラム投稿は、 彼がスーツ姿で先頭にいる写真を複数枚公開したものです。一言、大量にどうぞ、と添えられたこの投稿は、彼の異例なスタイルと場所選びによって多くの注目を浴びました。この写真には、平野仕様の多様な表情が収められており、風呂場でのはしゃぐ様子からクールな眼差しまでがファンに楽しまれました。 スーツと戦闘という異なる要素が融合したこの写真について、ファンからは様々な反応が寄せられました。例えば、まさかの戦闘にスーツ、疑問符場所飛ばず最高にかっこいいといったコメントが見られました。また、戦闘でのシュールなシチュエーションについても、どういう状況、ショーという疑問の声が多く上がりました。しかし、これだけではありません。 平野紫仕様は以前の長い髪型からイメージチェンジしており、ファンたちはその変化にも注目しました。髪を切り、新たな髪型に挑戦した彼について、髪切っためちゃくちゃ似合うというコメントが寄せられ、四国の美しさとまで評されています。平野紫仕様のファッションと美容の変遷平野紫仕様はそのファッションセンスや美容に対する姿勢で常に注目されてきました。 ジャニーズ事務所の一員として、彼のスタイルは多くの若者に影響を与えています。彼のファッションと美容に関する変遷を見てみましょう。以前は、彼は挑発スタイルが特徴的で、その髪型は多くのファンに愛されました。しかし、この最新の投稿で彼が単発にイメージチェンジしたことは、ファンにとって大きなサプライズでした。 その新しい髪型が彼にどのような印象を与えるのか多くの人々が興味津々です。また、スーツというクラシックなファッションアイテムを銭湯という日常の場所で着用したことも彼のファッションセンスの斬新さを示すものと言えるでしょう。彼のスタイルは伝統的なものと斬新な要素を組み合わせたものとして多くの人々に称賛されています。 ファンの反応平野の仕のインスタグラム投稿に対するファンの反応は熱狂的でした。多くのファンがコメントを寄せ、その驚きと感銘を表明しました。以下はファンからの一部のコメントです。平野紫耀3 0 0でスーツ姿が最高にクール。どういう状況なんでしょうね笑い。新しい髪型、すごく似合ってます。イメージチェンジ成功ですね。 戦闘でこんなにかっこいい姿を見るなんて思わなかった。さすが平野仕様。四国の美しさ。それ以上の言葉が見当たらない。これらのコメントからもわかるようにファンは平野仕様の新たなスタイルに大いに興奮しその美しさと斬新さに簡単の声を上げています。平野仕様が戦闘での異例の写真を公開し、新しい髪型に挑戦したことは、 彼のファッションセンスと美容への姿勢の変遷を示すものとして注目されています。ファンからの熱狂的な反応は彼の魅力と影響力を証明するものであり、彼が今後もその斬新なスタイルで多くの人々を魅了し続けることでしょう。平野仕様はただの有名人ではなく、ファッションや美容に対する情熱と実験精神を持つアーティストとしての一面も持っています。 彼の未来のファッションと美容に対する挑戦を楽しみに待ちたいと思います。